こんにちは、デンタバ貴族のマッサです。今日はですね、すごい試作品がやってまいりました。これですね、名前は今のところランブルっていう名前が予定されているそうです。これはですね、18350から18650までのバッテリーに対応したテレスコのメカニカルモッドです。最初に言っちゃいますけれども、これは実は日本人が設計して、日本の国内の工場で作られた試作品です。これアルミベースなんですけれども、量産型はステンレスになる予定です。もちろん販売に向けて今ね、多分一生懸命作ってると思います。今日はこれの紹介をしたいと思います。はい、それでは詳しく見ていきますね。まずスイッチ分からいきましょうか。これがね、非常にどこを押してもですね、しっかりと確実に作動してくれるというね、とっても、で、硬さもちょうどいい、とっても素晴らしいスイッチだと思います。で、この一番下、こいつを回すとロックがかかって、戻すと、ロック解除になります。で、このロック解除した、ロックがかかった状態でもう少し回すと、ボトムキャップが外れますね。でこのまま分解していきましょうか。今18650が入ってます。ボディとよいしょバッテリースリーブ、それからこれは18650用のエクステンションに、トップキャップになります。でこのね、トップキャップの後ろについてるこの大きいブラスですよね。ブラスのプラス極、これがね、手で高さを調整できるんですよね。かなり調整幅があって使いやすいと思います。で、じゃあこのまま350にしてみましょうか。18350使うときはね、ボトム側から交換するのが楽ちんですよ。ベントホールが4つ開いてます。ね、それぞれのね、ネジがすごく気持ちがいいんですよね。これはね、すごいですよ。はい、ジョスっていきます。まあ味はね、このモッドだから美味しくなるとか煙が増えるとかってそういうことははっきり言ってないですね。メカニカルなんで、バッテリーの電流をそのまま流すだけですから。ただね、押し心地はすごくいいですよね。ボタンのどこを押してもしっかり作動してくれる。ここを押しても、ここを押しても、ちゃんとまっすぐ降りてくれるんですよね。やっぱ日本製ってこういうとこすごいなって思いますね。で、この大きいボタンでできることって、ここで押すことができるんですよね。こういうふうにする。これ知り合いの方の動画を私も見てね、あ、かっこいいな、俺もやろうと思った。で PP でやってみたんですけどね、 PP できないんですよね。できないことはないんですけれども、結構押し込まないとスイッチが反応してくれないです。これはね、すごいいいですよ、はっきり言って。
で、まだこれ試作品なんで製品版どういう風になるとかは分かんないんですけれども、これより悪くなることは絶対ないって制作者の方がおっしゃってましたんで、だいたい時期についてはですね、まあ、7月中に販売できればいいかなっていうのが、今のところの思ってる感触です。これはね、もう本当に買った方がいいです、うん、いくらになるかまだ分かんないですけどね、お楽しみにしておいてください。